Amazon で注文したものだと思いました。これですね。さあこれは何でしょう。これはですね、365チャージ Wi-Fi ですね。使いたい時に使いたいだけお得にチャージ。契約する必要がなくて、100ギガ分使い放題っていうね。使い放題っていうか100ギガ分使えるっていうね。足りなくなったらチャージできる。こんな書いてますね。じゃーん。これですね。で、これ電源。コンセントとして使います。これね。マカロン。これまず充電しないといけないんだよね。これのいいところは、あ、ついたな。契約しなくていいんですよ。契約せずに届いたらすぐ使える。しかも使った分だけ。しかもドコモ、au、ソフトバンクの電波全部対応してるんですよ。だから大体どんな場所でも入るっていうね、電波が。いいですよね。これか。ありますね。これ項目が。あれ？あ、ここに、ここ、これ出るのか。これ切り替えできる。Wi-Fi。使いたいときは、違う、データ仕様か。データ仕様とか、データ仕様見てみようか。あ、こうだね。0メガ。まだ使ってないからね。買うときはね、こうでしょうね。Wi-Fi で押す。まあ当然、機器の方には設定しないといけないですけどね。パソコンとか、スマホとかね、タブレットとかね。パスワード入力して、まあ、こっちはこっち、こうですね。じゃあボタンを押すだけ。で、ちなみにこの365日っていうのは1年間有効ってことです。1年経ったら終わり。先が使ってなくても終わりですね。あ、こんな感じ。365日有効期限。100ギガ、これ追加ですね。ギガ追加消毒したら、まあそれぞれありますね。100ギガ、60ギガ、30ギガ、20ギガ、10ギガ、1ギガ。100ギガ追加消毒したら6480円。まあガンガン使う人はね、ちょっとどうかと思うんですけど、ちょっと出先で使う人はね、いいと思いますね。僕はちょっと、車中泊旅するんでね、
使えると思って買いました。